都町長は西洋音楽における町の一つで、都音を主音とする町長である。調号はシャープ一箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は自然調音階で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では異名同音的に変えられることがある。 シャルパンティエはこの蝶について甘い喜ばしさを表すと述べている。マッテゾンは人を引きつける雄弁な性格を強く持ち、輝かしさも少なからずあり、真面目な表現にも活気のある表現にもよく適していると述べている。軽く流れるような響きを持つとされ、そのことから小編成で室内学的な曲が多く、大規模な作品はあまり書かれていない。古典派時代、 管弦楽においてオ声ボエは3.8派と3.2の響きが悪かったため、楽曲の第2主題に2長調を持つ、この長でのオ声ボエの手法は、第1バイオリンという二ンか二人一組では音を、そうする使い方が基本であった。都長長は、バイオリンの最低限の開放弦を主音としており、他の3本のうち2本の開放弦が音階に含まれるため、バイオリン曲が多く書かれている。さらに、 第三弦に G 線を張るチェロとビオラでは、超弦的に明るく華やかに響き力強い蝶々である。トート記号の場合であるが、譜面を上下逆にしても、手話音は同一に記載される。こうした絵画図表的な特徴を捉えて、モーツァルトがバイオリン二重奏曲を残している。二人の奏者が一つの譜面を迎え合って読みながら、 演奏すると優雅な二重奏が奏でられる。ありがとうございます。